先月31日、カリフォルニア州ロサンゼルスで行われた極真会館主催の第12回全米大衆別空手選手権。今回は去年11月に4年に一度の全世界空手道選手権大会が行われたばかりの、いわば選手の入れ替え時期とあって、一般の部の参加者は例年より少なかったものの、5、6歳の部からシニアの部まで78人が組手や型27のカテゴリーに分かれ技を競いました。今回の注目は世界大会にも出場した地元の2人の人気者、翔太森山。まずひときわ大きな歓声で迎えられた森山翔太選手。去年の男子ライト級の覇者で、7歳の時からこの大会に出場しています。その森山選手は初戦でイギリスのグジェゴジュ・ケジャルスキ選手を相手に鋭い下突きを繰り返し、危なげなく一本勝ち。しかしロシアのアリム・ユヌソフ選手と対戦した決勝では、相手の突きと蹴りの連続に持ち味の軽快なフットワークを生かすことができません。試合開始およそ2分で下段回し蹴りを決められ一本負け、連覇はなりませんでした。もう一人の注目が男子ミドル級で2度の優勝経験を持つ中野颯太選手。去年は1回戦で手を骨折しながら決勝まで勝ち進んだものの、悔しい2位に終わりました。今回は同じ階級のエントリーが2人だけだったため、初戦が決勝戦でしたが、そんな物足りなさを吹き飛ばすかのように、試合は序盤から激しい突きと蹴りの応酬、息を呑む攻防が続きます。結局終始攻撃の主導権を握った中野選手が判定勝ち、4年ぶりに王座に返り咲きました。今は安心でしかないですね。2ヶ月後にまた大会があるので、2ヶ月後の試合の相手はヨーロッパチャンピオンなんで、それにちゃんと勝って、勢いに乗りたいと思います。オス。女子の一般の部で行われたライトミドル級は、ロシアのクセニア・ウリティナ選手がニュージーランドのリーナ・プラサド選手を延長戦の末倒し優勝。その他男子ヘビー級はロシアのデビッド・ナボイアン選手、スーパーヘビー級は柳沢大河選手がそれぞれ優勝しました。強豪の参加が少なかったこともあり、今回の大会は地元の若手を育てるという大会本来のコミュニティの密着感が強く出たものになったといいます。親子や家族での参加も目立ったほか、関係者は10代の選手たちの成長を実感することができたと語っていました。